キクラゲは、キクラゲもクキクラゲかキクラゲ属のキノコ。春から秋にかけて、紅葉樹の庭床、ケヤキなどの倒木や枯れ枝に発生する。主に、日本、中国、台湾、韓国などの東、アジアやミャンマーなどで食用とされている。また、中米のベリーズでは、マヤ系先住民族のモパン族が食用とする2種のキノコのうちの一種である。ただし、 現在の学名は変更される可能性が高い。学名のうち、俗名は、ラテン語の、次回に由来する。種商名は、ユダの耳を意味し、ユダが首を吊った庭とこの木からこのキノコが生えたという、伝承に基づく。英語でも、同様に、ユダヤ人の耳を意味する獣、エスイアーという。この伝承もあって、ヨーロッパではあまり食用にしていない。日本では、従来 A。 大きやらアンダーはという学名が用いられていたが、実際には上記の学名が優先権を持つことが判明した。日本語では歓名、キクラゲの熟字君で、キクラゲと読ませるが、木に生えるクラゲのような食感の食材という意味である。日本における地方名には、沖縄本島の耳食い、沖野選部島のミングソ、アマ大島のミングリ、宮崎県西薄気郡のみ、みななどがあり、 いずれも自生する荒毛キクラゲを耳と関連付けて呼んでいる。ベトナム語では、猫のキノコを意味する NM メイ、または、キクラゲをベトナム語で音読みした MCNV1 という。マヤ系のモバン語では、ロロという。競技の A オーキアラジュダイは、ヨーロッパに算出するが、従来同種と同定されていた、アジア産のキクラゲは、詳細な分子系統解析や、形態比較により、 複数の新種に分類されることが判明している。研究者の白水高氏らが日本産のキクラゲを分析したところ、A ファイムは、A ミヌチッシマ、A ビロッサラ、A タイランデカの4種が発見され、A オキアラジュダイは見つからなかった。形は不規則で円盤状、耳状など変化に富む。背面の一部で枯れ木に付着する。小実体はゼリー質でやや半透明。背面は 荒毛で白く、表面はアンパッシ色で滑らか。乾燥すると小さく縮み、湿ると元に戻る。生の状態では脆く破れやすいが、火を通すと、名前の通りクラゲを思わせる歯ごたえになる。ほぼ無味無臭。荒毛キクラゲが南方系なのに対し、キクラゲは北方系のため、荒毛キクラゲよりも少し低い温度で発生する。 キクラゲかキクラゲ族白キクラゲか白キクラゲ族関東。料理でのキクラゲの和え物一般に、キクラゲといえば白キクラゲか白キクラゲ族も含んだキクラゲ類の総称である。主に乾燥品として流通しているが、近年は生のものも市場に流通している。生のものは乾燥品を水戻ししたものより弾力性と歯ごたえに富んでおり、日本では 主産地の鹿児島県沖の選ぶ島産や熊本県、天草産のものが生のままでも出荷されている。乾燥品は食べる前に水かぬるま湯で戻し、石突き部分を切り落とす。中国の市場では、すぐに使えるように水で戻したキクラゲも売られている。黒いキクラゲは、中華料理や豚骨ラーメンの具としても知られ、主に炒め物、酢の物、刺身、チンゲ、ナムル、 さつま揚げの具などに用いられる。精進料理や、不茶料理でも多用され、それらから変化した大分県中津市の和菓子、牧虫にも用いられている。沖の選ぶ島の甘味料理では、生のミングソ総天ぷらや、卵炒めなどにして食べる。白木クラげは、主に中華料理のスープの具や、氷砂糖の汁で煮たデザートの具として用いられる。大韓民国でも、 一般的な食材であり、チャプチェやトッポキなどに用いられる。ベリーズ国南部に住むマヤ系のモパン族は、ジッピジャッパと共にカウフットの歯で包み、蒸し焼きにして食べる。中国、台湾、日本、ベトナムなどで、仲間の荒キクラゲなどと共に広く、原木化、金賞で栽培される。外菌抵抗性も高く、原木栽培は、比較的良い。 生育温度が18摂氏23度程度であるため、日本で消費されるキクラゲは大半が中国からの輸入であるが、国内栽培に取り組む事業者もある。日本産のあらげキクラゲは、収穫量は岐阜県が1位、熊本県が2位、茨城県が3位、鹿児島県沖の選ぶ島では、特産のサトウキビから出るバガスを栄養源にして栽培されている。 原木栽培金賞栽培原木に生えた状態の小実体は柔らかく破れやすいので収穫は慎重に行う。一旦乾燥させてしまえば丈夫になる。栽培、ありがとうございます。